うちは、カラホリの、複合ショップ層にあるお店なんですけれども、押し立てをメインにしてまして、お母さんから譲ってもらった着物とかを帯にしたり、羽織に変えたりとか、そういうことを主にしてます。で、リサイクル着物とかアンティーク着物とか、そういうものもたくさん置いてるので、観光に来た際には、一式揃えてもらって、京都にお出かけとかいう方もいらっしゃったりするので、そういう楽しみ方もしていただけると思います。で、小さいものだと端切れとかも安くで売ってたりするので、そういうものを見てもらって、何か作る材料としてイメージしてもらってもいいかなと思います。